さて、もう少し本日進めておきましょう。花田ジムに、花田シティに行くの2、3時間40分もかかってるよ。まあ挑戦する前に、腕が上がったポケモントレーナーだけがもらえるポケモンバッジ、あなたもいくつか持ってるね。そのバッジにはすごい秘密があるのです。ではポケモンバッジ8つの秘密についてどれに話しましょう。まあ正直ね、ステータスが上がるっていうこと、そしてまあレベルが上がっていったポケモンもちゃんと言うことを聞くようになるっていうこと以外知らないっす。かわいそうなことに、この家は泥棒に入られたんだ。犯人は分かっとる、ロケットランの仕業だ。警察としてもロケットランの悪事には報道と困ってるんだ。よう、あなた、こんなところおるとしてたんか。俺なんか強いのすごいね、いっぱい捕まえちゃって絶好調だぜ。踏んどるのね、レッドはなんか捕まえた？見せてみろよ。おいや、ここでグリーンとの勝負があったんだな。もうすでにレベル18だもんな。それに対してこっちはレベル13。麻痺すると結構素早さが下がるから、場合によっては早く攻撃ができる。ケンシー、ケンシーは出てきたらとにかくすぐにモンスターボールを投げて捕まえる。そう、ケンシーの時には正直テレポートしか使えないんで、テレポートして逃げる前にモンスターボールで捕まえてゲットするしかありません。でも逆を言えば、必殺もあればきついのよ。今現在リザードに勝負まともにできるのはコラッ、石すべてとコラッタだけだ。まだ一数。水鉄砲で、効果抜群でも相対してダメージ受けてねえのがよくわかるわ。まあとにかく急所に当たって効果抜群でも仰向きになっちゃったよ。上がった。へへー、俺まさきのうちに行って珍しいポケモンたくさん見せてもらっちゃったもんね。おかげでポケモン図鑑のページが増えたぜ。何しろまさきは有名なポケモンマニアだからな。パソコン通信のポケモン預かりシステム、あれもまさきが作ったんだぜ。お前も使ってるなら一度俺に行けば。道草食ってる場合じゃねえな。じゃあバイ。
ゃとりあえずショップで使い切ってる。モンスターボールと傷薬を。さあ、それでは金玉を、金の玉をもらいに行きましょう。この橋は人呼んでゴールデンボールブリッジ。5人勝ち抜けば豪華な商品がもらえる。さて、お前に抜けられるかな。初代のポケモンって本当に弱点の攻撃をつけば結構一瞬にして倒せるっていうのもありますけれども、もう今は本当に戦略がものを言うポケモンになっちゃったという。初期から知ってる者にとってはやりにくいな。ミニスカート、弱点のピンとこないやつはもう死にお任せ。外すな。不思議そうに進化。まあ正直ね、進化は早めにさせといた方がいいっす。普通のレベルアップよりもステータスも1ポイントも随分上がりますし。アニメ飛ぞ、そう簡単にはいかないぜ。タンパ
んこぞ。14の電光石火より13の電光石火の方が早いのか。あ、落ちた。そうでもないんだよな。毎回毎回戻ってるから。毎回じゃねえけど。もう取り系にはピカピカピカをぶつけた方がいいよ。よしよしよし。じゃあ早速覚えた二度必殺前歯使いましょうか。ちなみにこれ必殺前歯の他にも怒りの前歯っていうのもあります。これは相手のヒットポイント、現在のヒットポイントの半分を食らわせる技です。最初に使えばいいんですけれども、もうここら辺まで来たらあんまり効果がないという。格闘系に強いのは実は鳥系なんですけれども、今ぶつけたってわざわざやんなくても必殺前歯2回で落とせそうです。
大したもんだ。お見事、購入抜きおめでとう。商品にこれをプレゼントしよう。謎のトレーナーから金玉や金の玉もらった。ところでここだけの話、ロケット隊に入らない？俺たちはポケモンを悪いことに使おうっていうグループだ。入りなよ。入らないの？入ってよ。入れよ。断るって顔してんな。それなら無理やり出てやる。いきなり勝負だもんな。一冊前だ。ずーズバッと。ほんと強えな。それだけの腕があればロケット団でも偉くなれるのに、もったいないな。っていう風な感じで後ろ向いたな。じゃあとりあえずケイシーを、捕まえに行こうと思ったら、草間から君の活躍見てたよ。2回で解けた。やっぱりダメだ。足を渡るのが怖くてずっとここに隠れてたんだ。じゃあそっちにどうやって行ったの？ケイシーはここの草むらでも確か手に入るはずだった。謎のさ、ザ・ソープでもアルキメンデス、これ絶対昔の即席面の今からつけてるよな。ビードルもうゲットしてるからいないよ。経験値に出してもらいましょうって、またこれをやったよ。
なみに現在のポケモンだとモンスターを捕まえても経験値はもらえます。けどさらに言えば モンスターを倒しても現在自分の手持ちのポケモン全部に経験値は入りますが、昔は初代のポケモンは初代のポケモンはおろか多分 3DS になってからじゃないの、スイッチからかな、機械のポケモンにも経験値が入るようになったのって。また結構出現率が低いというやつか。あ、しまったね、14だったから倒せなかった。コウくん、とりあえず今日は完全にここまでにしておきたいと思いますと。ケイシーを捕まえたかったけれども結構出現率低いわ。では失礼します。